よーさこーいしん踊るぜよ。目を疑うほどに鮮やかな群青、どこまでも続く海に浮かぶ雲、一人占め。さあ始まりました、よさこい維新踊るぜよ。今週も龍馬よさこいと関わりの深いゲストをご招待しております。お楽しみに。小さな小さな声で呼んでみた。
たい結んだあの場所へ、きっときっと誓った場所へ。今週も始まりました、よさこい維新踊るぜよ。メインパーソナリティは私クーこと中川夏美です。よろしくお願いします。今週のアシスタントを務めてくれるのは第2回目となりますね、ソエッジさんです。はい皆さんこんにちは、同志社大学、同志社学生放送局の添田香織です。2回生です、ソエッジです。よろしくお願いします。2回目ということで、はい、まあ、緊張は、まあ、前回よりはないので、はい、楽しくやっていきたいと思います。お願いします。はい、お願いしま す。そしてなんと今回もう一人スタジオに来て来てますね。はい、龍馬よさこい実行委員のうずらちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。同志社大学2回生のうずらこと川野志保子です。はい、よろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃ緊張してるんですけどはい、楽しくいきましょう。楽しくいきましょう、ね、よろしくお願いします。うずらさん、今日は素晴らしい素敵なお召し物を。あ、はい、そうなんですよ。これは龍馬よそこいの、総踊りである、うん、踊るぜよっていう総踊りの衣装なんですけど。あ、衣装とこんな感じ。あ、はい、後ろに見えます。後ろに龍ですか。龍です。はい、龍馬よそこいでかっこいいですね、はい、乗ってる。これは男振りの衣装なんですけど、ね、女の子でも男振りをやってるということで。あ、はい、なるほど、綺麗ですね、はい、柄が。かっこいい衣装ですよ ね、黒くて。かっこいいですね、はい、女の子バージョンもあるんです。あ、そうなんですか、はい、なるほど。白い感じのね、白と紫で、はい、へー、コントラストが綺麗な感じで、はい、なるほど。衣装が2つあって、なるほどなるほど。なんか気になったら踊るぜよって調べてください、はい、なるほど、出てくるかもしれません。あ、なるほど、はい、龍馬よそこいのホームページとかでも載ったりするんで、はい、なるほど、気になる方はぜひ。そうですね、ぜひぜひぜひ。そして、そして、そして、はい、はい、先週の放送で、はい、京都霊山護国神社龍馬演舞場会場にて贈られる雄大メダルについてお話しさせてもらいましたが、今回は雄大、そして高知よさこい祭りで贈られた夏目メダルの夏目ちゃんが登場する漫画夏目記の作者である七島かな先生とお話をしたいと思います。はい、漫画家さんです。はい、素晴らしい、素晴らしい、はい、しかも今回番組初の試みとして、うん、なんと七島先生とお電話でお話をいたします。お電話、電話で。他には来ていません、東京にいらっしゃるので。はい、はい、なので、つながっているんでしょうか。つながってますかね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あの、はい、実行委員のクーです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、あの、七島先生、あの、自己紹介お願いします。はい、こんばんは、七島かなです。夏目記というよさこい漫画を書いてます。なかなかこう読者さんに向かって3次元でお話しする機会がないので緊張します。よろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、七島先生が現在小学館小コミにて連載されています夏目記はよさこいをテーマにした漫画ですが、どうしてよさこいの漫画を描こうと思われたんですか。はい、初めてよさこい見たときにもう本当に衝撃的で、私もやりたいって思ったんですけど仕事柄なかなか時間が取れないので、あ、じゃあ私は書こうかなと思いました。で、それが4年前になります。それから、2年間よさこいを調べながら構想を練ってやっと書けました。あの、これまでよさこいを知らなくてすごく人生損してきたような気持ちになったので、それは私と同じようにまだよさこいを知らない読者さんたちに知ってもらえたらいいなって思って始めました。なるほどよさこい楽しいですもん ね、 ね、はい、4年前、結構前なんですね。そうですね、すごいしました。4年も前に、はい、さて、そんな夏目記なんですけど、その夏目記の主要キャラクターの一人、青桐雄大くんをモチーフにした雄大メダルが今回龍馬よさこい一人にて素敵な演舞をした踊り子さんとか素敵な笑顔で踊っていただいた踊り子さんに、踊り手さんに対して贈られるわけなんですけれども、雄大メダルができるまでには実は
私たちよさこい、龍馬よさこいの実行委員会も関わらせていただいてるんですよね。はい、確か。はい。関わっちゃってます。関わっちゃいましたね。はい。ね。はい。有大メダルができるまでのことについて、ちょっとお伺いしたいんですけども。はい。はい。高知のよさこい祭りで、今年の共演場個人賞メダルをデザインさせていただいたんですけど、このデザインが、夏めきの主人公の横顔だったんですね。夏めきの主人公。それで、龍馬よさこい、はい、スタッフさんに、龍馬よさこいでは、夏目メダルと対になるような、雄大の横顔のメダルを作りたいとご提案いただいて、あ、面白いこと考えるなって、すごくワクワクして、こちらを受けさせていただきました。もう本当に私は全然思いつかないデザインだったのでびっくりして、もう面白いこと大好きなので、ありがとうございます。本当に、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。高知のよさこいでもメダルを作り、龍馬でも作り、絶対になるっていう。ね、高知でもらってる人、絶対欲しいと思うんで。そうですよね、高知で。ね、片っぽもらったら龍馬で片っぽもらってついになるというコンプリートみたいな。そうですね。龍馬の生まれた高知と龍馬の帽子た高知とおかしくなっちゃいました、ね。うん、はい、なかなか面白い企画ですよね。はい、ついになるってすごいですよね。はい、そうですよね。向き合うっていうところが、そうですよね。はい、いやロマンチックですね。まあ、ロマンチック、そうですよね。まあそんな雄大メダルなんですけれども、メダル授与の審査には、奈良島先生ご自身も参加くださっておりまして、はい、龍馬よさこい1人には両日とも奈良島先生が取材をしてくださるということなんですけれども、龍馬よさこいのイメージというのはどういったものなんでしょうか。そうですね、学生のみの文化祭のようなお祭りと伺っているんですけど、はい、秋の京都、紅葉が綺麗な時期に、よさこい、絶対綺麗ですよね。はい。もう、美味しいとこ全部詰め込んじゃったっていうイメージです。はい。そうじゃないですね。はい。本当に綺麗ですね。ね。本当に、学生だけで盛り上がる感じの、ね、絵なんて言うんですかね。パワフルなお祭りなんで。はい、紅葉も絶対綺麗ですし。花島先生にいい風にイメージしてくださって。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。はい。期待されてる分、私たちも頑張らなくちゃいけないですね。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。はい。そうですよね。実は私、奈良島先生に一回お会いしたことあるんですよね。はい。はい。ね、名古屋である、ど真ん中祭り、ど祭りで、はい、奈良島先生に会いに行きました。急いで、はい、その時に密かに漫画持ってサインもらっちゃいました。あー、いいな。もうサインくださいって。私も高知のよさこいの時に一回お会いしたことあるんですけど、漫画持って行ってなかったんですよね。踊りに行ってたかな。そうなんですよね。持って行けばよかった。私踊りに行ってないんで、漫画持って普通に荷物でこう忍ばせて持って行ってました。羨ましいです。もうその時に奈良島先生は、気球の衣装着てはったんですかね。あ、そうです、そうですよね。はい、めっちゃお似合いで可愛かったな。見たかったです。可愛かったなって思います。はい、ね、あ、すいません、なんかすごい個人的な話をしちゃったんですけど。はい、そんなね、ありがとうございます。なんか本当に自分でペラペラ喋っちゃったんですけど、はい。あとですね、奈良島先生にお話ししていただきたいことなんですけども、はい、何ですかね。その雄大メダル、あー、はい、こっちですかね。はい、ですね、はい、すいません、私が今ちょっと分かんなくなっちゃいました。失礼いたしました。龍馬よさこいに来る踊り子踊り手さんやお客さん、そして夏めきの読者の皆さんにメッセージをお願いしたいんですけれども、はい。はい。はい。メダルの、はい、そちらあります。はい、作っていただく雄大メダルがですね、読者さんにもプレゼントされるということで、はい。はい。詳しくはスタジオの方から説明が。はい、後で、はい、しちゃいます。後でしちゃいます。なんで、はい、皆さん、まだ聞いといてください。そうですね。はい、メダルのプロにプレゼントがありますからね。わかりました。じゃあ、はい、あ、メッセージ。メッセージをぜひ。はい。わかりました。お願いします。
はい、まずは夏めきを読んでくださってる読者さん、それから踊り子の皆さん、いつもたくさんの応援をありがとうございます。龍馬よさこいは学生によるお祭りなので、より夏目や雄大たちのイメージに近いチームが多いのではと思ってます。まだよさこいを見たことがないよっていう読者さん、ぜひぜひ見に来てください。よさこいは踊り子さんたちが本当に楽しく踊っていて、観客にも笑顔を返してくれるのですごく元気をもらえます。元気もらいに来てください。そして踊り子さんたち、そんな初めてよさこいを見る読者さんたちが、よさこいを始めたくなっちゃうぐらい元気で楽しい演舞を見せてあげてください。楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。はい、はい、実はまだちょっと話してもいいですか？どうぞどうぞ。龍馬よさこい、よさこいもあるんですけど、夏目ちゃんたちが踊るよさこいっていうのもあるんですけど、実は共演袖振れっていう踊りのジャンルも、はい、はい、ありまして、七島先生ご存知ですか？はい、知ってますか？調べてくれたんですかね？四つ竹です。はい、四つの竹、カスタネットみたいにカチカチ鳴らすんですけど、はい、はいはい、鳴り物を持って、はい、あと京都発信の踊りなんで、踊りのテーマに、はい、京都らしさが入ってるんです、はい、楽しみですわ。ぜひぜひ来た時に見ちゃってください。はいはい、もうよさこいも迫力あるんですけど、共演袖振れも迫力あります。はい、はい、楽しみにしてます。はい、お願いします。はい、もちろんよさこいの方も見てもらって、ね、はいはい、よさこいの方は四つ竹ではなくこの鳴子の方でね、はい、今ちょっと手元にあるんですけど、こんな、はい、こんな音の聞き覚えのある音かもしれないですけど、こんな音の鳴子を鳴らしながら、はい、パレードだったりステージだったりしていきたいと思いますので、ぜひそちらの方も見てください。はい、本当にありがとうございます。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、七島先生に当日龍馬よさこいで会えることめちゃくちゃ楽しみにしてます。はい、はい、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。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 本日のゲストは七島かな先生でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、切れたのかな、切れちゃったんですかね。切れましたね。はい、はい、本当にありがとうございました。はい、はい、もう電話でも伝わると思うんですけど、めっちゃ可愛い方やなそうです ね、 よさこい大好きなんだなってのが伝わってきましたね。漫画でね、うん、書くぐらいなんで。そうですよね、私まだ読んだことないんですけど、はい、面白い、面白いです、ですよね、本当に私好きです。キュンキュンしてますよね。キュンキュンします。ただキュンキュンするだけじゃなくて、やっぱりちゃんとよさこい見に来てくれ、うん、張ってるだけあって、なんかよさこいのかっこよさとか素晴らしさっていうのもちゃんと表現できてて、素晴らしい、もう本当にすごいすごい漫画だと思います。はい、はい、ね、なんか漫画からよさこいが発信するっていうか広まっていく感じが、ね、そうですよね。はい、これでありがたいよさこい人口が増えたらいいですね、またそれで、はい、本当によさこいブームまた来るんじゃないですか。そうですよね、これで知らなかった人でも知ってもらえたらより嬉しいですよね。だって漫画やから、その小学生の方、中学校の女の子とか。そうですよね、私知らなかったんですよね、小中学校ってよさこいのことを。私も知らなかったですね。小コミですもんね、はい、連載しているあれ、はい、雑誌が。そうですね、小コミは中学生ぐらいの女の子対象の雑誌なんで、はい、そういうところから流行っていったらいいですね。そうですね、もっともっと若い年齢層の方にもよさこいを知っていただいて、うんうん、見に来ていただいて、そうですね、ゆくゆくは踊っていただいて、はい、一緒にできればなって思いますね。一緒にいくつなってるんやろうね。いくつなってるでしょうね。おばちゃんなってそうな気がするじゃあおばちゃんでも踊れますしねって言っちゃ失礼ですけど私が年いっちゃっても踊れ全然そうですよ、はい、体力があればお祭りとかよさこい歴40年の方とかもいらっしゃいましたよ。40年、40年すごい、すごくお上手でした。あーすごい、はい、まあ、龍馬よさこいは学生限定なんで若いんですけど、そういうねパワフルな感じなんですけ ど、 いろいろな個性があるということで、うん、ね、まあ、はい、七島先生に来ていただ、来ていただいたんじゃなく電話でお話しさせていただいたんですけど、はい、ちょっとだけ戻って、はい、今うずらちゃん着てるこの踊るぜよの衣装、はい、踊るぜよの総踊りのこともちょっとお話ししたいなって思ってます、はいはいはい、
あの龍馬そこいの総踊りっていうのが名前が踊るぜよって言って、はい、鳴子のパート、今うずらちゃんが着てるあの男振りの男の子の衣装が鳴子なんですけど、はい、女の子が四つ丈、先ほど言った共演袖振れの四つ丈のパートの衣装があって、うん、曲がね面白いですよね。そうですね曲も結構本格的で総踊りにしては本当にクオリティの高い曲とかっこいい衣装と、はい、なかなか総踊りに衣装があるって珍しいですよね。普通ないんですよ。そうなんですか。普通は何で普通のみんなのチームの衣装だったり私服だったりオリジナルみたいな、もうみんなが踊るんで、うん、もう一般の普通の私服で踊ってくださいみたいな、うん、ああなるほどなるほど。特に決まりないですね。そうですね。へえ。だから踊るぜよには衣装があります。そうですね。めちゃめちゃかっこいい衣装があって本当に個性的だなと、ね、曲もそのよさこいの何でしたっけ曲よさこい踊りよさこいなるこ踊りが使われたり、その共演袖振れであるあの祇園子歌が取り入れられてたりちょうどあの龍馬よさこいがそのよさこい踊りと共演袖振れのジャンルがこう2つ有名っていうか2つをしてるので、うん、曲にも入っちゃってるんです。いいとこ取りみたいな感じですね。だから面白いなって、はい、なるこ踊りのいいとこと、はい、袖振れの踊りのいいところをいいところなるほど合わせちゃった踊るぜよ踊るぜよ、はい、なるほど。この黒いね衣装なるほど、はい、はい、本当になるほど、はいはい、なかなかなんでね、ぜひちょっと調べてくださいって思います、はい、多分 YouTube で調べても出てくるはず、ですよね。多分、はい、うずらちゃんが踊ってます。あ、言っちゃった。踊るぜよって調べたらYouTube でうずらちゃんが踊ってるんで、はい、ちょっと恥ずかしいですけど、まあぜひ、はい、皆さん本当に、ね、はい、簡単な踊りなのでって言いたいんですけど本当に、うん、覚えやすいんで、はい、みんな覚えて踊っちゃってくださいって思います。これをね覚えてYouTube で覚えて、はい、龍馬よさこいに来てくださったらどこかで一緒に踊れる機会があるかもしれないですね、はい、なるほど、はい、踊りたいなと私もあの四つ丈パートなら踊れます。はい、鳴子パートは残念ながら踊れませんちょっと違いますわね踊るのジャンルが。あ、はいはい、なるほどなるほど。そうか、本当にジャンルが違うんで よさこいの踊りとその共演袖振れの踊りで踊ってる振りは一緒でもなんかね雰囲気と申しますか、ね、はい、なんか違うんです。あ、全然違うなって見てて、はい、京都っぽいのと高知っぽいのというか、あ、 なかなか言葉では表現しづらいんですけれども、合わさって面白いです、はい、なるほど、はい、なので、はい、ぜひぜひ皆さん覚えて踊っちゃってください、はい、よろしくお願いしますお願いします。はい、そんなこんなで、はいはい、今日はいろいろお話しさせていただいたんですけども、ここで先ほど七島先生から言っていただきました、あの雄大メダルのことについてお話ししたいと思います、はい、踊り子踊り手さんに贈られる雄大メダルが、はい、読者の方にもプレゼントさせていただきます、詳しくは、はい、ありがとうございます詳しくは龍馬よさこい12公式ホームページまたはこのラジオのブログをご覧ください。書いてあるので調べてどんどん、はい、雄大メダルゲットしちゃってください、はいはい、踊ってないのに踊ってもらえるんですね。はい、ゲットしちゃってくださいそれは嬉しい、はい、嬉しいですね、はい、はい、ゲットしちゃってください、本当に。はい、私もゲットしたいんで、はい、そうですね、ゲットしたいですね。はい、はい、また、龍馬よさこい12では現在龍馬よさこいを一緒に盛り上げてくれるボランティアスタッフを募集しております、うん、私たち龍馬よさこい実行委員会、実行委員会の皆さんですね、はい、一緒に祭りを作ってみませんか、うん、詳しくは公式ホームページhttp:// 龍馬よさこい .web.fc2.com/ をご覧ください。はい、はい、ということでお願いします、はい、本当に大募集中です。大募集中です、ね、大募集中、ね、何回も言います。はい、うん、皆さんで一緒に、はい、ボランティアスタッフとしてね、本当にボランティアスタッフとしてお願いします、はい、どんなことするんですかスタッフさん。そうですね、あのステージ、あの演舞してるところのステージであの警備をしていただいたり、ーチームさんの誘導をしていただいたり、本当、まあ、大変なんですけどやりがいはめちゃくちゃあります。はい、はい、楽しいです、ね、きっとなんか心に残るものがあるんじゃないかなって、はい、思います。やったったぞみたいなすごい、うん、
本当に、ね、達成感っていうのも達成感あります、はい、いいですね。みんなでこう一つのものを作り上げるっていうのはやっぱりやりがいありますからね、はいはい、ぜひなるほどお願いします。はい、はい、さて時間が迫ってきたので今週はここまでです。お二方もありがとうございました。ありがとうございました。はい、七島先生も今電話つながってないんですけどありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではよさこい一心踊るぜよ、来週もお楽しみに。低く垂れた雲、冬色をした街、行き交う誰もが背中を丸めて、風に少しだけ目を細め笑う人、あなたと繋いだ指のぬくもり、名前も知れずここに枯れてゆく花も冬にそっと息を潜めて、新しい季節の足音を待つよ、そうして紡がれる永遠の命。さあしてもいつかなくしたものを見つけられない時もある。家路を急ぐ人の波に押され、あなたが足を早める。龍馬よさこい一人は11月10日11日の2日間、京都市各地で演舞披露が行われます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。また明日寝てつぶやいた人の声が誰かの歌に書き消された。